ただいま。今怒ったべ。このサイトにアクセスできませんって。ああ、坊ちゃんいらっしゃい。うん、ただいま。いつ来んだよ、俺んちによ。うん？まあまあいいや、うん。スネークがいるからな。来世紀。生きてねえなあ。生まれ変わって生きてたらな。うん。坊ちゃん今日何時からやんの？やんだね、どうせ。見て？なんでよ。見てっつったって、どうせ2時ぐらいからやるんだべよ、1時とか。ん？それとも俺と LINE 通話でもしとっか？ん？まあ任せるけど。マイクさん、お疲れさんです。そう、今、完全に弾かれて、だから今、キャス、他のやってる奴らも落ちてるはずだよ。サイトが落ちたから。うん。落ちない奴は、落ちないけどね。これなんでかっていうと、こういうさ、ところってサーバーを、何個も使ってんの。で、重たいサーバーはドンって落ちる。だけど、軽い方のサーバーに入ってる配信者は、そのまんまで配信できるの。一個のサーバー使ってないから。一個でこんなの対応できるわけねえんだから。だから、ガミ引いちゃうと、うん。臆病者が。ブロックされるの怖いんだ。情けねえ野郎だな、ほんと。今まで配信、うん、やってたけど。だからお前ら怖いんだろ？佐野の配信が見たいんじゃん。だからお茶投げてコメントしてんじゃん。なんでお茶投げてんの？ブロック避けなの？ブロックされたっていいじゃん。突っ張ってこいよ。エッチいらっしゃい。なっさけねえな。ほんとよ。なさげねえよ。へそ曲がりなんだよ、こいつらみんな。結局のところ。だって俺だったら嫌いな奴の配信見ねえもん。好きなんだよ、俺のことは。まあ、しゃあねえよ、これ。だって自分の時間使ってんだもん。ん？おいちゃん、当てて何？あ、に、食ってるものってこと？安田屋の、三種餃子。うん。千日前安田屋の。うん。餃子。俺はここのが好きなの。軽いし。うん。一口サイズだし。うまい？送って。いや、送れねえと思うけどね。うん。
くれないと思うけど、まあ大阪来た時は行ってみりゃいいじゃん。うん、もう10年以上リスナーです。好きじゃないと見ないです。じゃああれか、10年以上だとちょうど D プラスがあったかなかったかぐらいの頃からか。そうだよな。多分そのぐらいになるな。うん、10年以上って言ってんだから。リープラ懐かしいな。でもあれもよ、話題かっさらったよな、リープラはな。あれが最初の配信者の走りだもんな。そうだよな。まだニコバーとかもできる前だったか、確か。そっからいろんな配信者がやり始めたんだよな。まあでも今んところ一番成功してんのは TJ じゃねえの。うまいよな、やっぱな。やり方がな。頭がいいよ。ディープラの場合は、水木こんばんは。ディープラの場合はちょっとダークすぎたよな。だってよ、あそこよ、ディープラスと、なんだ、ゼロの方と、ワンフロア借り切って、家賃よ、96万だぜ。確か俺が聞いた話じゃ。ああ、こんなんいけるわけねえじゃん。1ヶ月の家賃が。もう人の金だから湯水のごとく金が出てくると思ってんだよな。うん、俺恐ろしくなっちゃってさ、その話聞いてさ、嘘だろって思って、だから俺やめたんだよ。いや俺ちょっとそれに乗れねえわって話って、申し訳ねえけど、だって6000万使ってんだぜ、ありえねえ。でしかも6000万使った割にこの程度かよっていう。
家庭用エアコンつけちゃってんだもん。店舗に。え、普通天釣りだろって思うじゃん。ダイキンの。え、家庭用のエアコンつけてんだ。やべえな、ここって。相当抜いてんなと思ったから。あんたたち行くわよ。いいやね。ゲビー。そりゃあな。どんなからくりをしたのか知らねえけど。でも結局いなくなっちゃったじゃん。使うだけ使って。まあ、捕まったのかどうか俺は知らないよ。うん。もっかねえからな、ああいうのはな。いや違うんだよ。だから最初は俺はバーだけだったら俺が立てば大丈夫だと思ってたの。利益は出るって思ってたの。え、キャバクラもやんのって。しかもニコ生の配信者の女を使うの？やめた方がいいよって俺言ったんだよ。絶対シフト守んないよって。あいつらみんなメンヘラだからって言ったの。バカなんだから守るわけねえじゃんかよ、あんなの。調子が悪いから休みますとかさ、始まんだから。いやいや、トータル6000ぐらいは引っ張ったらしいよ。それは、払った側が俺に教えてくれた金額だから間違いない。うん、うん、ありえねえ。設備投資なんかしてねえよ、全然。全くもってしてない。だって、運営が、な、金無垢のロイル X 買っちゃったよとか俺に見せんだから。あと、ランクル新車で買っちゃったよとか。絶対抜いてんだよ。